皆さんいらっしゃいませ。さあ前回の続きからやっていこうかなと思います。いやなんかねちょっとこういうなんかハテナのやつをやろうと思ってちょっとね裏でやろうと思ってちょっとずつねストーリーはもちろん配信というか動画でやろうと思ってちょっとやってたらねなんかね上にいたんですよねこのなんか敵みたいな敵が。まだ準備が整っていない。島の探索が必要ね。どういうこと？あ、ダメってことですね。はい。うわ、かっこいい。いや、かっこいいよね。これで一気に下降りれるってことね。いや、しましたよと。さあ、行きましょう。これでね、いけてないから今ダサかった、すっげーダサかった。おっと、オッケー、鍵ゲッツ。これはなんだ。さあもう行けな、いろんなとこ行けるな。うわ忍者。いやあれは倒さなきゃダメだな。いやもう相手強い、相手が一番強い。いやいや強い強い強い、マジで強い。うわなんか出してきてる。危ねえ、今のかわし方はうまいんじゃね。オッケー。いや大事大事大事。いや今の倒し方はかっこいいんじゃないの。とりあえずエミンとこ行くか。オッケー来たよエミ。早く直してあげたよな、エミ。どうした、ソニック。また会ったな。あなたはいつもそうやってドクターの邪魔ばかりする。ドクターの邪魔だって？一体何のこと言ってるんだ。エッグマンのことか。あなたの存在がドクターを苦しめる。言いがかりはよしてよ。私たちが何かあなたに迷惑をかけた？そもそもなんで私たちを知っているの？あなたは誰？謎が多い少女だな。あなたはドクターにとって邪魔な存在だ。ドクターを苦しめる者は排除する。あの子本当に誰なのかしら。本当に誰なんだろうね、めっちゃ気になるよね。そもそもドクターって誰のことだよ。ドクターエッグマンじゃないのかな。ポータルをクリアしてエメラルドキーを手に入れる。いやどこ行けばいいんだ。解放するか。お湯裏でやってるか。あ、どこ行こう。
生徒が多すぎて迷うな。そうだな、まだ行ってない、行ってないとこ行ってみるか。あ、結局何なんだろうな。わかんねえな、これ結局何なんだろうな、まだわかんねえな。あば、すごっ、雲の巣みたいになってんじゃん。おっと、やばいやばいやばい、いやー、痛い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 。いやー、怖っ。あぶねー。いやー、こいつ倒したいな。やばい、いった。あー、いやー、いやー、厳しい。ポケッツ。いや、待って待って、あー、やばいやばい、やば、あー、待って待って、いやー、驚かれた。うわ、タワーだって。あ、でも、あ、これ、あ、これ、これやったことあるな。痛い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 、どうやれてね。いや、ダメか。で、あ、なんだ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 、ワクワクしてくるぞ。なに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 、あ、待って、いや、絶対今の違うだろ、方向。合ってんのかな、道。待ってんのかな、いや、落ちたくないよ、これ、ここまで来て。あっと、待って、いや、怖っ。いや、ここまで来て落ちたくないんだけど、マジで。うわ、合ってんのかな、道。でもワクワクしてる、ワクワクしてる自分がいる。攻撃予兆、敵の攻撃が迫っている時にソニックと敵の間に予兆が生じされます。え、待って、そんなの分かんねえんだけど。カウンターしろってこと。待って、いや、待って待って待って、怖い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 。合ってんのかな、これ。あぶね。キャッ、すっげえ。おー、あ、こういうことね。い
や、ここまだ先じゃん。いや待って、これ先やん。残り12個ってだいぶ先やんって。荒れてきたし、いやでも助けられてるな、ここは助けられてる。はい、さあ行くか。何あれ、お、集まってる、待って、あれ何あれ、何、待って、これどういうことすっげえ気になるんだけど。待って、あれを取ろう。あー、取れない。あ、出た、難しいやつ。あぶね。いや、この紫のコインもなんか隠しルートらしいけどさ、どこで見つけんだろうな、マジで。なんだ、釣り場、え、釣りとかできんの。すげえワクワクしてる。あ、ここで合ってたのかな。どうやら合ってたっぽいな。いやー、ソニック、ビッグ、君も釣りをしに来たのかい。ビッグ、どうやってここで何やってんだ。どうだい。ソニー、釣りができる場所を探していたらここに着いたんだ。ビッグ出てくんだ。だから今魚釣りしてるんだよ。そうだよね。あ、ここ、しかもここではなんだ、プリボイスになってた。ソニックも釣りするかい。釣り竿は僕の貸してあげるよ。まあ、緊張をほぐすのも悪くないか。釣り方は知ってる？僕が教えてあげようか。ほら、魚がかかってるよ。引き上げるところはソニックに任せるよ。あ、なんか赤い波が見える。あ、ゴムな、いいな。白と赤の波が重なった時に素早く短く釣り竿を引くんだよ。あ、そう、あ、そういうことね。え、だ、小さくねえんだけど。わあ、すごいね。もう釣り上げられたね。参加賞のトークンだよ、ソニック。毎回魚を釣ったらあげるね。ありがとう、優しいね。やっぱトークンが溜まったら僕が見つけたお宝と交換してあげるよ。カエル君は本当に紫のコインが好きなんだ。持ってきてくれたらまた竿を貸してあげるね。釣りに成功するとビッグからトークンをもらえます。トークンが、ある程度溜まったらトークンの交換をして進行に有効なアイテム交換しましょうと。ゴールドカードは1枚で砂物を1つ交換できるアイテムです。あー、なるほどね。ソニックも釣りするかい。釣り竿は僕の貸してあげるよ。迷子のここ、あー、これ結構大事だ。売り切れだってあるんかい。あー、そういうことね。あ、紫のメダルってここで必要なのね。ソニックも釣りするかい。釣り竿はなんとかあるんだ。ソニックも釣りするかい。釣り竿は僕の貸し。とりあえずやってみるか。お、
最初にしてはいい方なんじゃないの。最初にしてはめちゃめちゃいい方じゃない。あぶね、宝箱。やはり宝箱に入ってるわけね、ゴールドカードが。あ、釣り楽しいわ。お、あ、コインか。いやでもこれコンプしたくなるね。簡単でよかったわ、釣りも。買えるやん。いや、もう一回ぐらいやろう。結構なんかでかそうじゃない？チーズ。よし、化け物を手に入れることがあります。長老の巻物は長老国へのファストトラベル。仙人の巻物は仙人国へのファスト。あ、マジか。あ、めっちゃ重要なやつ手に入れたじゃん。なるべ。金魚もいるんかい。ソニックも釣りするかい。釣り竿は僕の貸してあげるよ。交換しようか。上から順でいいかな。ソニックも釣りするから。答えないチョコ出しただから、ちょっと僕の貸してあげるよ。マネ戻ろう。オッケー、またやろう。こういうのもあるんだな。いや、これいいね。これ超便利じゃん。よし、巻きもさっきのやつだね。ちょうど、まだ仙人ここへのあれはできないよね。あれ飛んでるやつすっげえ気になるんだけど。あの飛んでるやつがすげえ気になる。いやー、どんどん集まってきてるのいいね。なんだあれ。いやー、あれ大変そうだな。
あ、待って、危ねえ危ねえ。あ、意外と簡単だったわ。これどんだけ解放すればいいんだろうな。やばい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 、やばすぎだろあいつ。いや、やること多すぎて。やること多すぎてどっから手つければいいんだろうってなるな。いや、これどうすんだ、あれどうやって飛んだ。届かない。あー、やっぱ、あー、マジかい。やばい、待って、むずい、むずい、むずい、どこ行ってるかわかんねえ。これさ、飛びすぎじゃね。トリングをすべて集めました。時間かかったけど。かっこよ。
俺だけじゃダメってことか。渡してみるか。エミ、調子はどうだ？ゴースト化してるってのはどんな感じだ？ソニックが雑念を取り払うのを助けてくれたから大丈夫。でも何か離れてるっていう感じはするけど。夢の中で飛び回ったことはある？空気より軽くなったような。とにかく今はそんな風に感じるの。だから早く地に足をつけて元通りに戻りたいわ。もう少しだから頑張れ。俺が絶対に戻してやる。かっこいいわやっぱソニックは。とりあえずあれだな、エメラルドキーをバンバン集めなきゃダメそうだな。まあでも時間もいい感じなんで、今回はねこの辺で終わりたいと思います。皆さんありがとう、見てくれてありがとうございました。それではまたです。チャンネル登録、高評価よろしくです。